みこち、みこ先輩さ、船長ね、なんか、隣で一緒にいて、隣で一緒にいて、ゲームしてるところを後ろから見ててね、思ったんだけど、みこ先輩ってね、ゲーム中ね、すごいね、定期で思考が停止してんの。なんか、もうセリフが終わってて丸を押せばいいだけなのに、なんか、硬直してたり、なんか、選ぶときとかに、なんか、これはーって言いながら、ゆっくりこっちを振り返りながら、こうだよねって言いながら、ちょっと首をかしげながら、ゆっくりとボタンを押す ことを、10時間の間に、20回くらいやってましたね。ロード中なんだろうな。わ かり手じゃん、君たち。みこちの理解者じゃん。ふわふわでした。うん。みこ先輩。ふわふわしてましたね。うん。もう半端じゃない、半端じゃない、なんだろう、ポンコツっぷり。うん。なんかね、そもそも、ときめむ2やるときも、船長が、あらかじめ、プレステ3で、何、ダウンロード版で遊べるって話をして、ね、確認してたのに、なぜか、じゃあなんか、その前の週くらいに一回ね、聞いたんですよ。ときめも起動できた？って聞いたら、まだやってないって言ってたから、まあでもダウンロードするだけだし、当日でも全然間に合うなと思って、うんうんって思って、で、前日も確認しようかなって思ったんだけど、まあでも、ダウンロードするだけだし、いいかと思って、ね。そしたら、歌枠終わった後の夜に、じゃあ、船長が、明日の準備でちょっと確認しときますか、起動確認しときますかって言ったら、みこ先輩がなんか、袋から、これって取り出して、それがプレステ2だったんですよ。これって言いながら、なんか、買ってきたプレステ2、買ってきたっつって、それプレステ2ですけど、つって。あれ？プレステ2であるんじゃ、ないの？って言ってて、プレステ3でダウンロード版でやるって言いましたよね？プレステ3持ってるって言ってましたよね？つって。あるって言ったけど、実家にある。え？ってなったね。もう、どういうこと？もう、どういうこと？ってなりましたね。うん。で、結局、なんか、みこ先輩が朝一でなんか買いに出かけて、で、結局ないってなって、で、船長が家に、タクシーで家に帰って、家から持ってきました。プレステ3。もうふわふわだったね、本当に。マジ間に合うかスレスレだったんですよ、あの日の配信もね。テラケイさん、シアングさん、カルカンさん、バルガネルさん、花火さん。